ただこれ戻ってきました。取り返した岩田。山田裕樹、前ルキアンが外に逃げる。そこにボールが来る。ルキアンスピードアップ、ルキアン、まあ、これこう入れ替わったシーンではあったんですけども、まずここの離れる動きですよね。離れる動きからのこのファーストタッチ、しっかりこう自分のボールが通るスペースを空けるようなイメージを持ち、ぐらい制圧していくというかね、はい、使っていくので、まあ、水戸の方からするとなかなかこう捕まえづらいような状況にはなると思いますね。こういうところですね、うまく受けて、うん、これもいいところ入ってきた。倒れる大森幸太郎、ね、また背後を使いながら、まあ、小川選手のこの背後の走りですよね。そして大森選手もしっかりこうシュート、ちょっと足の長いボールも必要かなと思いますけど、はい、ビニシウスが前を向く。ビニシウスから反対に行く、カバヤマ、ビニシウスが時間を作って反対に行くで、カバヤマ選手がちょっと後ろ側に来たんですけど、ボール方向じゃなくてゴールから遠い方の足に来たんですけど、体を回すことでボールだけ、なんかサポートがいない、ファールはない、シュートに来た、そのまま引き取った、折り返します、走り込んできた小原が背番号8、上浦周平、右足一閃、ディフェンスの数は足りていました。富山今日つく右足、サイドネットを揺らします。さあフリーキックです。宮崎直接決まった。見事に決まりました。今治のスローイン、足を収めます、中に入れる、ミドルシュートを放っていきました、決まった。渡敷、渡敷、一度フェイントを入れて梅田落とした、前田、この渡敷もいいボールを送った、梅田落として前田の左足、最高、もう一回倒れていくぞ、ここ数分見られましたからね、かなり秋田のゴール前に対しては迫力のある攻撃ができていると思います。ボールの質の高さ、ここでね、抑え込んで、よくキックモーション2つでシュートまで持っていくところは、この豊かのストライカーらしさですけれども、きっちり決め込むあたりはさすがでしたね。幅を取った馬渡、斜めのボールを入れる、鎌田が打っていった、ここはもうこのタイミング、しかもこのゴールドの距離で足を振ったこの判断ですよね。しっかりと藤島選手のポジションを見た中で、まあ、山形のアプローチがね、若干ここ遅れたんですよね。数メートル前に熊本選手が来ましたけども、ゴールを隠せている状態じゃなかったです。南原も非常に集中してますね、はい、セットから中、頭当たって、このボールはどうか、シュート打った、見えるも当然、いや難しいところにこぼれて胸トラップで落ち着いてかわしたんですよね、松橋選手のアプローチをね、はい、最後内際のところでしっかりとミートして、まあ、これはキーパーの三浦選手からするとノーチャンスですねもうこれは絶対取れないです。ここ7試合で5ゴール目